だ僕の中でその野田村っていうのはなんかその写真そのものっていうか、皆さんが日頃ねこう無意識に撮られてると思うんですけど、その無意識の中に隠されてるその写真に込めた思いだったりとか、写真、まあ、そういう写真そのものが持ってる力みたいなことを教えてもらった場所なんですよね。だからそういう野田村にすごいこう感謝してます。2010年ぐらいですね。2010年ぐらいにあの青森県の八戸市のハッチっていう文化施設があるんですけど、そこで、まあ、写真展をやるために八戸市にこう滞在したりして、まあ、制作した経緯があって、でそれでまあ震災が起きて、で、まあ、唯一関わりのあるこう八戸市に、ね、まあ、震災後ボランティアをできたらいいなと思って、で1ヶ月後ぐらいに少しまあそういう機会があったんでボランティアをしようと思ったんですけど、まあ、1ヶ月後はこうボランティアの受け入れを八戸はしてなかったっていうので、あのもう少し南の方に行って、あの被害が大きいところに行ってボランティアされた方がいいですよっていう助言をいただいて、で友達と車でこう八戸から南下して着いたのが、まあ、この岩手県の野田村で、そこで初めてこう町がすごく甚大な被害を受けている、まあ、の光景を見て、で、まあ、そこでこうボランティアさせてもらったのが一番こう野田村との最初のきっかけです。多くの方がやっぱりこう被災されて大変な方になんか力になりたいとか、少しでもこうできることがあったらしたいということで、さまざまな形でさまざまなこうプロフェッショナルの方がこう力になれたらっていうことで、たくさんのこうそういう協力もあったと思うんですけど、で僕たちこう写真やってるメンバーも何かこう写真を撮ることで被災者の方に少しでもこうお力になれないかっていうことが、震災直後にこう何度か話し合ったことがあるんですよ。なんかこう撮りに行くことでこう力になれることは震災直後にないなって、その話し合う話し合えば話し合うほどそういう気持ちになっていったんですよ。だからこそ最初はまあ写真とは関係なくても普通にボランティアしに来れたらいいなと思って、で、まあ、先ほど話した経緯でこう野田村にこう来て、でその写真を洗ってるなんていうかな、その現場を偶然発見して、なんかすごいハッとしたんですよね。なんか僕はこう写真を撮ることしかこう考えてなかったっていうか、でむしろそこにもともとある写真でなんかこう力になれることってっていうことをそのニュースとか、ね、そういう被害を知ってる被害を知った時にもうそういう想像にならなかったんですよ。撮ることしかこう考えてなかったので、なんかあまさに今ここに皆さんの大切な写真があって、やっぱりこれが、ね、こう持ち主の方に変えるっていうことがやっぱ大切なんだっていうことを、すごくこう気づいたんですよね、まあ、教えてもらったというか、まあ、自分のこの、 その想像力のなさっていうか、ね、その映像を見ればね、やっぱお家が流されてしまってるんだったら、そのお家の中に大切なものもたくさんあって写真もあるだろうっていうことぐらい、やっぱりこう考えても自分はその時良かったと思うんですけど、それが全く考えてなかったなと思ったんですよね。でけどその写真を洗ってる姿を見て、これは僕もお手伝いさせてもらいたいっていう気持ちになって、でお手伝いをこう一緒にするようになったんですけど、自分自身の写真はすごくその当時はあの力がないなと思ったんですけど、でかたや、ね、いつもその当時では なんていうかな、こう皆さんが持ってるそういうバナキュラー写真っていうのは、そういう写真こそやっぱり力になったんですよね。そこがすごくこうもう自分の中で本当に、あそういう皆さんが持たれてる何気ない写真こそやっぱりそう皆さんに撮ってみたらもう最高の写真で、もうそれ以上のこう写真ってないんじゃないかなっていうか、
そういう皆さんが持っている写真のこうその写真のその力強さっていうか、写真が持っている力みたいなことをやっぱりすごく教えてもらったんですよね。で今回そのね、みんなで一緒にいるちょっと大きな家族のような部活だったりとかクラスだったりとかをこう撮りたいなと思ってるん で、 で、あとで出来上がった写真見てもらいたいなと思うんですけど、一人一人の顔が絶対出てるんですよ。そこはもうあの第一条件で、やっぱ僕の中でみんながやっぱ主役なんですよね。だからこう全員がこう主役になれるような写真をまず撮りたいなと思ってて、ちょっとした表情とか体勢でその自分たちが今こういうことを表したいみたいなことが表現できるん で、 でまあそういう意味ではこう写真に写るっていうことってみんな慣れてるというか、それを少しこうバージョンアップさせるような写り方なんで、なんかこうそういう意味ではなんていうかな、誰でもできる、それがすごく魅力だと思うんですよね。でそれが一人じゃなくてまたみんなでこう集まってやるとすごく、まあ、独特なこう写真になるかなとも思ってますし、まあ、だからこそ子どもたちと今はこう今回デジタルで撮ってその場ですぐ共有しながら、あの作品を作っていくんで、だから子どもたちもあこういう風になってるんだとか、もっとこうしようかなとか、ファインダーの中だけで撮ってるとやっぱりこう相手方、車体には今どうなってるかとかどうしたらいいかっていうのがなかなか伝わりづらいんですけど、本当にまあデジタルになってすごくいい面もあって、そのままなぜか知らないかこうか線がなくてもパソコンにデータが飛んでそれがこんな大きい画面でそのままこう見えるんで、すごくダイレクトにあのやり取りができるんですよね。それを最大限活かして、で子供たちにこうその場でパソコン、あその大きいテレビの画面で撮った写真すぐ見せると一番盛り上がるんですよねそこでどんどんこうほぐれていったりとかして、もっと次こうしようよって言ってやっていくやり方で今回はやってるんですけど、だから最初はね本当結構大きいカメラ持って撮るんで、なんかもっとしたらいいかなと思ってますけど、そういうやり取りを何回かしていくと、子供たちの、シャイな子たちも少しずつほぐれていったりとかしてくれたらいいなと思いますし、でその中でも僕はあの人から撮ってもらうことの、他人から撮ってもらうことの喜びっていうか、喜びじゃないな、なんかこう違う視点になるんですよね。野田中の子たちにとってみたら僕は子供たちじゃないんで、ある意味こう他人なんですけど、けどそこだからこそ見えるこの子供たちのこう輝く瞬間だったりとか、あこういうとこ撮りたいなとか、なんか視点をこう写真にすると子供たち自身も本当だったらこう毎日いるような当たり前のこうクラス仲間のたちがちょっとやっぱ違った角度で見れると思うんですよね。そうするとなんか新しい発見があったりとか、あ自分たちのクラスってこんなんなんだなっていうことがなんかこうなんとなくこう写真から伝わるというか、写真の根本的な楽しさはとか素晴らしさはやっぱ撮ったものが将来こう見れるっていうことになるんですよね。見たいと思って見返したいと思って撮ってるんですよね。残したいと思って撮ってる。だからそのそういうそれがこうなんていうかな、経験できる形になってなきゃいけないんですよね。だから形になってるってすごく大事だなと思ってて、本当に30年後とかに見て何かこう懐かしんだりとか、その今をこう感じてもらえるようなものになったらいいなと思ってるんで、そういう意味では僕のこの今回撮ってる作品のある意味こうゴール地点というか一番目指すところはもう随分先なんですよね。でしかもその一人一人によってバラバラというか、今はなんていうかな、子供たちも気づかないようなこともその先にね、その写真にを見ていろんなことも感じてもらえれば嬉しいなと思ってるんで、なんかそういうすごく楽しみもあります。ずっと先までなんか写真が子供たちとこう関係していく嬉しさっていうか、まあ、完成した写真を子供たちにこう渡すのが楽しみですね、はい、個人的には。でこれそれを家に持って帰って見てどんな話が膨らむかなっていうか
まあ子供たち同士でね、なんかそこ盛り上がるのも嬉しいし、家にも帰って、なんかそのそれを種に、なんか家族で一花会話が咲いたら嬉しいなと思いますし、あとはその写真をさっきも言いましたけど、なんかどっかにしまっておいてもらって、みんなが大人になったりとか、すごく大きくなった時に見て、またね同級生が集まる時だったりとか、まあもしくは別に一人で見てもいいですけど、何かこう写真がその一人とかクラスのみんなにこう語ってくれる瞬間があれば、もうそれほど嬉しいことないなと思ってますね。そう、撮ることに大きく変化というよりかは、やっぱりさ、撮った後にその写真をやっぱどうするかみたいなことの方がすごいやっぱりこう大きな変化はありましたね。さっきの話と、まあ繰り返しになってしまいますけど、写真ってこうなんていうんですかね、こう写真自体の内容は変わらないんですよ。写真の見た目が変わらないというか、写真って動かないから、まあ10年後に見ようが昨日見ようが、少し色の対色はあるにしても、基本的にはもう見えるものは、写ってるものは一緒なんですよ。けどその見るその人のタイミングによって見え方が全然違うですよね。だからこそこう震災後にその写真、震災前の写真を見ると、見られた方はすごくやっぱりこう胸に迫るものがあったと思うんですよね。震災前にこうの時にその写真を見ると、そこまでこう何て言うかな、こう湧き上がらなかった感情も、やっぱりそういう震災を経験した後で見ると、写真の見え方もガラッと変わったと思うんですよね。そういうことも当たり前のようなことですけど、あまり僕も意識してなかったんですよね。あ、写真ってなんかそういう本当にこうある時に見ると本当にこう違う見え方がするんだっていうことが分かって、だからこそやっぱりこう形になってるっていうことが大切なんだっていうことがすごく分かったんですよ。その未来 の、 そのいつかのタイミング、見るタイミングはやっぱりこう、まあ、ある日突然やってきたりすると思うんですよ ね。30年後のこの日に見たら写真が胸に迫ってくるっていうのが絶対分からないというか、本当にそういうタイミングってやっぱり本当急にやってきたりとか、ある日突然やってきたりすると思うんで、まあ、そういう時にやっぱりこう写真が見れる形になっているのがやっぱり一番いいなと思って、僕自身って写真が関わってくれてるんですよね。だから、うん、そう、写真にはそういう思いを込めて、うん、なんか撮ってたりしますね。あとやっぱり今回はその10年前に写真で撮ることによって、なんかこうなんていうかな、被災地の方にこう力になれたらいいなって思って、全然それができなかった自分というか、けどその時になんかいつかは撮ることによってなんか少しでもなんていうかな、こう力になれる時が来たらいいなってずっと思ってたんで、今回なんかそういうタイミングになったのかなっていうか、10年経ってやっとこう子供たちと一緒に撮ることによって、その当時ね全然できなかった写真を撮ることによって力になれるってことが少しでもできればいいなと思ってますし、やっぱ野田村ではこう僕は写真の価値観だったりとか、写真そのもののやっぱりこうなんていうか素晴らしさをやっぱ教えてもらった街なんで、まあ、すごいこう恩返しできればいいなと思っています。